ヒボさん、ゲッツ。したんですか。わかんない。テンション高いですね。はい。はい。今日はゴルフパートナー西宮北店。はい。はい。西北と言われる。西北。西北。川のほとりだ。はい。ね。うん。有馬温泉から近いです。はい。今週はパナソニックオープンで、有馬ロイヤル。はい。なので、ちょっと最寄りの、ここにね、ちょっとマジで欲しいパターが。そうなの。あって。はい。だから今日来た。あ、来たの。まあ、物色タイムなんで。はい。とりあえずはね。はい。私も物色しますし。はい。でもちょっとじゃあ、まっしぐらにそのパターコーナー行きましょうよ。行きます？はい。ヨゴさんがさ、使ってたさ、あの、オデッセイのさ、はいはい、パターね、はいはい、あれ羨ましかったんですよ。ああ、オデッセイの。うん。うん、で、あれの、短いやつはないらしくて、はいはいはい、で、似たようなやつをずっと探したんだけど、あんまレアでなかなかなくて、これそれがこれ。はい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 。いいじゃん。面もいいよ。はい。ロフトもついてていいよ、ちょうど。動きもいいじゃん。うん。なんかいろいろ使って思ったけど、俺こういう、なんかね、動き、こんなのいいよ。うん。上向くんよ、これは。あ、そうなんだ。あ、だからいいんだね。うん。え？わかる？意味わかる？こっち向くんよ。うん。あ、ほんとだ。あ、こういうこと？そうそうそう。ははは。でもまあ、珍しい向きだよね。普通こうか。うん。こっちだけどね。うん。こっち向くんやね。うん、そうそうそう。それがどうかなって。いや、でも、こう、バーンってこう包み込むよ。別に、こう、フェイスバランスすぎるやつ？うん。だから、例えば、こういうのってフェイスバランスじゃん、うんうん、これで、うちら選ぶポイントはね、うん、これがね、こうなっちゃってるのは、平行よりこっち行っちゃうやつって、フェイス被りすぎちゃうんです、うんうんうん。で、動きが、程よくこうなんないで、こうなっちゃうのよ。うんうんうん、こういうパターンだから。だから、みんな選ぶのはね、うちらのシニアプロのね、人なんかね、これ平行よりちょっと塔が下がる感じでしょ？そう。これちょっとほら、平行よりちょっとだけ塔上がってるじゃん。うん、でこういうパターンってね、あもう、こう上がるからね。だけど、これは、こうは動かない。うん。いいと思う。ちょうど良くて。刺さってるところが後ろにあるからかしらね。うん。これはだから、その、こうなり方がちょうどいい。あの、うん、オープン開閉のあれがちょうどいい。こっちは、ちょっと、まあ、これは平行ぐらいかな。ちょうど平行かな。うん。平行でもちょっと、こっち気味な。なんかね、なってるな。となるとね、ちょっとこう動いちゃうんですよ、うん。だから、そうじゃなくて、ほらほらほら。ちょっとこれはほら、塔が下がるじゃん。うん。こういうパターンを選ぶ。選んだ方がいいってことだよね。そう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 。そうするとほら、程よくね、開閉が、程よくこう開くんですよ。だってさ、考えたらさ、ね、こういうものに対してこう、上げてったら絶対程よく開いて程よく閉じるのがさ、うん、人間の体には一応マッチングするわけだから、うん、これはこうなったらさ、うん、まあ、ね、こうやって体動かさなきゃいけないからね。うん、という意味でも、これいいじゃない？そうそう。でもちょっと試しでね。うん。気になったんですよ。そうそう。欲しいんでしょ？うん。どうなのかね、やってみな。要は、ね、そのほら、ヨゴさんの、あの、先々週使ってたパターもさ、こっからズドンってシャッフルが入ってるやつじゃん？はいはい。あれ、狙ってたんだけど。いや、俺はそっちの方がいいと思う。こっちの方がいい？うん。早く当たってくれるかなーって。どうなんだろう。フィーリング的にどうなん？いやー、わかんない。ちょっと。ロフトはすごいある。あるね。ロフトはすごいある。まあ、あるっつっても、3度ちょいじゃない。3度ちょいかな。うん。4度までいないんじゃない？ロフトついてるの嫌いだもんね、あなた。いや、でもね、ロフトあった方がいいのかなって今。絶対あった方がいい。今思ってんだよね。でもね、全部右外してんね。
そう、逆目のスライス全部見え外れちゃう。上りのスライス一発も入んねえよ。いいなと思ったけど。まあまあ、でもいいなと思えばいいんじゃないですか。こういうのがね、ドキドキしなければいいね、このぐらいのやつ。うん、ああ、大丈夫かな。ちょっと試しに買ってみよう。買う。うん。そう。来た。そう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 。そう、こういうやつを狙ってたわけね。そうそう。これで、ここに刺さってたら面白いなと思ったわけ。ああ。俺はね、それはね、すごい開きやすくてダメだった。あ、本当？段数に打ち急いじゃん、もう開くから。そうなんだ。俺はね、三雲は多分そういうのがいいんでしょ？でも、あれも、面白そうで、あの、塚田さんのパター。ああ。俺はね、これダメだったわ。ちょっとフェイス開いちゃって。すいませんね、横田新一チャンネルなのに。いやいや。はい。ちょっと、これは今日僕お買い上げで。あ？お買い上げで。あ、買うんよ。買う。すご。いやでもね、今回ね、今、長尺だけど、いろんなパター使って、結構分かったこといろいろあるわ。うん。これね、今週これだもんね。そう、今週これ。うん。でもこれ、もうエース確定。エース確定？うん。もう、すごくいい。これ。ヘッドの動きはすごくいい、これ。ジェイルバード。ジェイルバード。これ。うん。これの長尺版ね。長尺。これのヘッドの動きがめちゃくちゃいい。34インチ、これは。うん。これが程よい。かぶってないし、うん。ロフトつけられたし、うん。880の、なんか、すっげえ復刻版、超新しいやつ。ミーリングして、うん、休み。うん、重さも今時、ちょっと重くて。あ、ほんと？うん。レディースになってるけど。これね、案外と動きが好きなのね、こういうパターンね、これ。うん。7番。7番。これがね、ちょうど、開閉具合がちょうどいい。うん。僕はね、やっぱこの開閉の仕方でパター選ぶかな、結構。あと被ってないのと。うん。これ塚田さん？これのセンターが塚田さん。あ、これね。そうそうそう。そこのセンターが塚田さん。その塚田さんの使ってるやつはなかなかない、うん、センターが。だから三雲とかこういうのがいいわけでしょ、うん、こうやったら開くし、このボールのところが動かなくてこっちだとこうなる、うん、これだとどうよ、うん、これだとこっちはめっちゃ行くけどこっちは行かないみたいな感じじゃない？不思議じゃない？なんか。なんか不思議じゃない？ちょっと。まあでも、うん、このスイートスポット、ストローク方法に対してやると、やっぱりすぐ、うん。でも、ある程度、こう、抵抗するけど、こういうのはさ、もう。なんかすごい。すごいね。くるくるいくね。すごいくるくる動いちゃうじゃん。くるくるいってますね。うん。どうなんだべ、これ。これは結構力入れないと。ってことは、芯外しても、あんま方向ずれないってこと？いいってことじゃないの？うん。最近ね、パターがよく、あのね、ショット良くなってきてね、うん、ちょっと横さんに勝つためにはパター入れなきゃいけないですよね。そうやね。うん。これいいじゃん。フェース開けづらくていいよ。
本当ですか？かぶらない。うん、あの開きづらいけど被らない。これは例えばだから開きづらいけど被るからね。うんうん、そうね。うんうんうん。だからもうこうやって打たなきゃいけない。うん。初心者が来てそういうパターンが好きなんで珍しい、あのプロゴルファーで。うんうん。あとだからあいつってさ、ストロークさ、そうだね。こうやってやるじゃん。あと渡辺塚さん。あ、塚さんね。めっちゃ近く構えて。ああ。うん。でも寿司はこうやってやるよね。うん。こう。あれはもう見てると引っかかりそうで。あと、ダウンスイン。俺はなんでこう上がるか、上がるのが嫌だかっていうと、引っかかりそうだからインパクトで開いちゃう。うん。だから嫌なの。被るパターン使ってる。うん。人、寿司石垣ぐらいかな。だからシャット上げが嫌なんで。よくない。そうそうそう。それの極端なのあるで、ここに。本当だ。これ、シモさん使ってたよね。あ、これか。うん。どこ向くと思うこれ。知らん。どこ向くのこれ。やばいね、これ。これはもう、あの、これ用だ。うん。まずこれ用。それをシモさんは、襖を開けるように振るってやつで、こう。こうやってこうやって、こうやって。こうやってうん。左手がこうして。左手が下。違う違う。そう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 。こう？うん。こう、こうで？こうで、こう。手のひらこっちに向ける。こう？そうそうそう。なんかそんな感じだったような気がする。あ、こう？うん。どうだったっけな？こうかな？うん。なんかそんな感じ。体おかしくなりそうだな、これ。こうじゃなくてね、うん。こうじゃなくて、こうか。うん、でもね、これイップスとかになっちゃった場合は、こういうふうにね、すべてをなんかトンチンカに変えていかないと治らないから。トンチンカに変えていく。そう。同じ動きじゃ絶対ダメだからね。うん、どうなの？ねえ。面白そう、ちょっと。だからさ、ほんとゴルフって面白いから、みんな、こう中国ればいっぱい買った方がいいよ、一回。ねうん。まあ、物は試しだから。合わなかったら売ればいいんだから。そうね。うん。で、やっぱここで使うのとコースで使うの違うじゃん？うん。真下向くの。パターってこう向くのが普通なのに。ね、真下向くの。面白いでしょ。どうやってやってる？慎吾さん、こんなだったような気がするな、こうやって。うんうんうん、これキャディバッジっすか。これキャディバッジ。入れないのが、あ、ロイヤルメンバーのラウンジは入れないですよ。うん。18号ホスピタリテンダーも入れないです。ドロップ内、ロッカー、クラブハウス入れます。はい。まあまあ入れる。はい、まあまあ入れるんですよ、ね。まあ、キャディは。うん。うんこれちょっと、面白いクワみたいです、はい。ほい。じゃあ。これは何？ウクレレ？いやいや、それクラブ、ケースです。ケース？うん。あ、立てかけるケース。ウクレレ？ウクレレ入ってんのかなと思って。かわいいじゃない？なんか。クラブケースにもなるし、クラブ置きにもなるってやつなのかな、これ。でもね、逆の発想だもんね、うん。ヘッドを下に向けるってことはあんまないからさ。こうだ、こうだ。あ、これ、ただ、単純にこう、あ、これいいじゃん。うん。メジャー行くのに。で、家帰ったらこうやって置いとけるよ。うん、そうそう。これ結構まあまあ画期的なキャディバッグじゃない、これ。うん。面白い。ほら、しょっぱ楽しいね。ちょっとね。うん。トリプルダイヤあった。うん、トリプルダイヤ。あ、横さん。まあいいヘッドしてる。あるよ。AI スモークのミニ。ほんとだ。めっちゃレアやん、これ。ほんとだ、ほんとだ。でもちょっとこれもいい顔してんの。
ベースとの境目うん、なんかね、9度のロフト立ってんの欲しいんで、ちょっと。いいじゃん、これ。決定度も一緒。何これ。ちょっと AI スモーク。いい。見てる。あ、11.5。あ、いいじゃん。あ、欲しくなっちゃった、これ。あ、こういうのあるんだ。めっちゃいいじゃん。うん。欲しい。さすがゴルフ場から近いだけあるね。いろいろあるな。いいね。うん。でも今週、なんか練習で言ったらエースモークが結局一番良かったね。うん。トリプルダイヤ。トリプルダイヤ。この昔のエースが割れて、なんか、この9度なんかロフト立ってて珍しいの買おうかな。おいくら？4万5千円。ああ、まあまあ値段が落ち着いてきたね。そう。うん。ちょっとこれ買うかも。二人して買い物しまくるって言って、うん、キープくん？キープくん？キープくん？あ、こんなもん？とりあえず、うん、ちょっと UT くん結構いいよこの店在庫オフよ。今全国的にユーティリティの在庫がないってさ。そうなんだ。そうよ。なんでなんだろう。ユーティリティ売りに来て。ユーティリティなんてみんな余ってるでしょ家に。いやだからどうしちゃってんだろうね。海外流出してる？してんのかね。もう試合中だからもうガチだね。もう自分の本当のやつだね、もう。セブンとか？コンボだよ、コンボ。ファイブとセブンのコンボ？コンボ。あ、セブンと、あれの Z4G のコンボ。これの5番ウッド、深堀さんよ。これの5番ウッド、ね、うん。深堀さん。今日、あ、そうだそうだ。アトムのね、今日ね、うん、クリークがね、なんか良さそうだったんや。ステルス？そう、ステルスのね、クリーク。今日、レイシュランド。こっちレディースだね。アトムと回って。あ、ステルスないかも。ステルスない。あった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 。ステルスのクリークない？あったよ。でもあれガチャガチャついてたな。ステルスプラスのクリークじゃん。うん。うん、まあこれもいいかな。うん、うん、これもまあ悪くない。こっちの方が安い？うん、安い。なんか。おう。これ何 ?ZX5 の特殊カラーだ。
もうちょっと俺太ってるか、買っちゃおう、もう。お、ユーティリティコーナー。あ、ここユーティリティいっぱいあるじゃん。マジで、うちユーティリティの在庫ないんよ。そうなんだ。うん。お願いしますよ。じゃあ、秋田の、何？はい。むしろゴルフ。むしろゴルフガーデン店。うん、送ってください。高額か査定するんで。ユーティリティ。ユーティリティ、元も。うん。モンテッド。うわ、ヨゴさん？うわ、うわ、うわ、ヨゴさん？ん？ 6U と 7U あるよ。ピンの。ピンね。60と 7U。734度。もうすっげえ。すっげえ、上向いてる。どんな感じ？もう、球の上がらない福代さんは好きじゃないですか、それ。楽でしょうね。マジね、430の短いユーティリティはマジ顔がいい。うわ、5番ユーティリティがあったら買っちゃったかな。さあ。はい。ということで、お会計しますか。そうですね。お互い。はい。はい。ということで。今日は西宮、北店。はい。はい。中央店とかもあるけどね、近くにね。時間があったら行きたいですね。はい。ということで、明日から試合頑張りましょう。頑張りましょう。